宇部中央バス停、宇部中央バス停は、山口県宇部市中央町にある、バスターミナルである。宇部市中央町とあよい町に伸びる、宇部市道時和通り、宇部新川線上の両側と、道市道小串通り線に広がる、バス停留所が集合した形のバスターミナルとなっている。宇部市交通局はこの一つ西の宇部新川駅を、ターミナルとしているが、 東バス停まで乗り入れる三電交通のバスの全便と船木鉄道バスのうち高齢者優待制度による市役所へのアクセスのために一つ東の上市役所前まで向かう船木からの便及び最肌台からの便を除く全便がここを発着地としている。また三電交通のバスは2017年9月までは上新川駅への乗り入れも行っていなかった。バス停の周りは 半アーケードの商店街になっており、上市 A バスの委託発売所がある。かつては中国 JR バスが高速バス予約センターを設けていた。これは、同社の高速バス、福岡、山口ライナーが、上中央バス停に停車していたことによるもので、2009年6月1日から通過となったため、同年5月末で閉鎖された。大体の人は、バス停とその周辺のことを、 宇部中央と呼んでいるが、同じく、宇部中央と呼ばれることのある県立宇部中央、高校は、約 1.5km 東の東梶じかし4丁目に、あり、宇部中央バス停からは、離れている。三電交通、船木鉄道宇部市交通局福岡、山口ライナーを除いて路線そのものが廃止になっている、路線である。一般路線高速バス。ありがとうございます。